かけはめっちゃあのミーハーなんですけど、あの朝倉未来っていう格闘家が好きになっちゃって、そのタイミングで、総合格闘技に興味を持つようになって、で、あのできるところないかなって、キックボクシングとか柔術とか、そこでなんかあれ洋画に UFC ジムあるんだと思って、それで体験に来て、まあ、すんげえ感じが良くてそれで大丈夫だなと思って入会したっていう感じです、はい。見てたんですけど、フィットネス感覚が強すぎるなとか、道場だとガチ感が強すぎるというか、あの本気でこう試合出る人に照準を向けてるところがやっぱ多いなとか、あれボコボコにされそうじゃないですか。ちょうどいいバランスっていうのが難しかったんですけども、 UFC ジムはあの技術半分、フィットネス半分でできるよ、そこがすごい自分に合ってたって感じがしますね、はい。身近な人に体が分厚くなってきたとか、猫背が治りましたねなぜか、はい、体幹がしっかりしてきたのかなっては思います、はい。まあ、格闘技自体が37から始めたんですけども、高さは本当ミドルキックが精一杯で、これ以上こう足が上がるとは思えなかったんですけど、8ヶ月経ったぐらいの頃にハイキックを打てるようになりましたもうずっと憧れだったんで、やっと打てるようになったと思って、もうすごいこれは続けていくとどんどん成長していけるなっていうのを感じています。ファイトは年齢を言い訳にせずにチャレンジすること。ダサい年の取り方をしてる人ってやっぱこう変化しない人だと思ってて、その考え方であったりとか、そのもうこれでいいやって現状以上選んじゃったりとか、ちょっとなんかつまんなくなってくる同世代がやっぱり多くて、それはやっぱ嫌だなと思って、まあ、かっこいい、いいおじさんになりたいっていうところで、はい、それを意識してます、はい。いやー、でも一言じゃ言えないですねそうですね、まずやっぱトレーナーはその魅力的な人がいっぱいいますよ、ね、なんかまあ技術面もそうだし、コミュニケーション能力もやっぱりすごくて、その人の段階段階で的確なアドバイスを、まあピンポイントでくれるんで、やっぱ上達も早いし、ただ楽しいですよね、やってて。あと会員さんもやっぱスタッフも日本人だけじゃなくて、もういろんな国籍の人がいて、多様性があって、ものすごい刺激を受けます。楽しいですね。そもそも僕自身が今旅行行けないですけど、すごい海外旅行好きですし、その海外の人のこのなんだろう、ヒューマニティというかナショナリティとか、いろんな国のこういろんな考えが好きなんで、そういうのに触れられるっていうだけでやっぱり素晴らしいですよね。